パパ喧嘩な子供たちの夢叶えましょう。子供たちの夢叶えましょうは、子供たちのキラキラ輝く夢を叶えたい、そんな思いのもとスタートしたパドニャンコと子育て情報誌マミタンのコラボプロジェクト。前回バスケットボール選手になりたいという少年の夢を見事に叶えました。第2弾となる今回もたくさんの応募の中からプロジェクトメンバーで激論の末、劇団四季のライオンキングの舞台に立って歌ってみたいという夢に決定。果たして叶えることはできるのでしょうか。今回素敵な夢を応募してくれたのは溝川彩奈ちゃん6歳。家族でライオンキングを感激して以来、ミュージカルの世界に夢中になったライオンキングが大好きな女の子です。お家でも CD を聴きながらライオンキングごっこをしてるんだって。劇団四季との打ち合わせ、無理を承知でお願いするのでスタッフの顔にも緊張の色が。一体どんなチャレンジができるのかな。そして迎えたチャレンジ当日、ライオンキングを公演中の大阪四季劇場がこの日の舞台です。今日はようこそ。さあ今から夢を叶えるようにスタートします。よろしくお願いします。はい、はい、今日ナビゲートさせていただきます新保彩奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ行くぞ。彩奈ちゃん緊張してるのかな。でもナビゲートしてくれる新保さんはとっても優しそう。2人が一緒だから大丈夫だよね彩奈ちゃん。はじめに訪れたのはリハーサル室。本番直前の俳優さんたちがウォーミングアップを行っています。彩奈ちゃんの目がキラキラ輝き始めた。いや、後ろで見守るママの目もキラキラしてる。新保さんと一緒に彩奈ちゃんのウォーミングアップに参加することに。ねえねえ彩奈ちゃん、隣にいるのは新馬役の田中さんと奈良役の辻さんだよ。すごいね。吹き飛んじゃったかな。いよいよ彩奈ちゃんもチャレンジ。初めて見たストレッチだけどできるかな。上手上手。無事終了。俳優の皆様、貴重なお時間をお借りしてありがとうございました。次はどこに向かうのかな。
出迎えてくれたのは笑顔が素敵な子役のお二人と渡辺先生。橋本勝樹です。よろしくお願いします。田辺コカです。よろしくお願いします。渡辺真由です。よろしくお願いします。すごい滑舌いい皆さんさすが役者さんですね。やっちゃったね。さっき奈良さんにもあったしね。新馬さんにも本物ちゃん。よし、じゃあアップお願いします。はい、わ、はい、かりました。よろしくお願いします。あ、リアルにゃんこです。よろしくお願いします。あの邪魔にならないようにいたしますので、よろしくお願いします。はい、恐れ入ります。主役はこちらなので、はい、恐れ入ります。はい。じゃあ、どうしようかな。ウォーミングアップとして動物になりきったレースを子役の二人が始めました。さすがですね。シマウマになりきってる。あやなちゃんも猫になりきることに。リアルにゃんこもレースに参加するんだって。誰が一番になるかな。あやなちゃん頑張れ後ろやった一番ありがとうございました。楽しいウォーミングアップだったね。続いて呼吸法のレッスンを見学。すごいですね。発声ってここだけと思ったんですけど、全然体全身ですか。すごい。へえ。ほら膨らんできた。わかる。バチバチ触ってて。お腹が膨らむの分かるかな。そうそうそう、これをじゃあ両足いきます。乗って、吐いて、取って。子役とはいえ二人は舞台に立つプロ。毎日こういった練習を積み重ねているんですね。これを後で4いきます。さすがはプロ。二人の発声練習は迫力満点です。なんて言ってるんですか。すごい。あやなちゃんも呼吸法にチャレンジです。そうそう、お腹をぷくっと膨らませて。うん、とっても上手。初めてチャレンジしたとは思えないよ。いい笑顔も見せてくれました。次に発声の練習です。お口を大きく開けれるかな。じゃあそれ一緒に、あ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 、お、もうちょっと横に広くから、あ、あ、うん、ママに見せなくていい。先生先生、ママ、ママ、ママに、ママ、口見て見て、すっごい上手。せーの、リンゴかけるように、あ、上手。はい、ママも言ってる、あ、すごい、ママも言ってる、ママも言ってる。
いいね。ママ、とっても上手ですよ。開いて、い、い、うん、いいね、いいね。あ、上手。しっかり、うわ、口を尖らせて、う。うん、もっとできる。うー、あ、オッケー、上手。うーね。今度、絵は掲げて、え、え、え、うん。え、おは縦に、大きく、おー、おー、おー、入れないで、あと一緒、あーが、おー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 、そう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 、う、え、お、おー、できた。今回のあやなちゃんのチャレンジはここでおしまいです。ずっと見守っていたママもほっと一足の様子。ひょっとしてママが一番緊張していたのかも。あやなちゃん、今からリアルにゃんこと一緒にライオンキングを感激するようです。きっと特別な気持ちで見ることができるんじゃないかな。楽しんできてね。あやなちゃんにとって素敵な思い出になる一日になったかな。はい、あやなと、長女と3人で一度12月に劇団四季のライオンキングを見に来まして、もう終わった途端にあやなもこの舞台に出るからっていきなり帰りの電車の中で宣言しまして、それからもうずっと毎日歌を歌ってこうたパンフレットを見てずっともうハマってる状態だったので、はい、いやもう本当に夜中にぼーっとマミタンを呼んでおりましてこれやと思って本当にそれで思い立って奈良に鳴らしてあげたいというのもありまして応募しました。でも何が起こっているのか全く理解できなくて、その電話いただく2日前に劇団四季さんの解放みたいなやつにあやなの絵が載ったとこでしたので、もう何がどうなってるのかが全く理解できなくてパニック状態になりました。意外とえってその一言でした。あやなも理解が絵が載ったとこだったので、それがどうつながってるのかが全く理解できてなくて、もう最初はえしか言うてくれませんでした。いやもう昨日の夜からもずっとテンション高くて、いつも以上にずっと喋り続けて、なんか寝れてんのかなっていうぐらい興奮状態だったのでちょっと心配してたんですけれども、無事に一日終われてよかったと思います。どうでしたか？と緊張しいな部分があるんで、声出るのかな、ちゃんと言われた通りできるのかなってとても心配してたんですけど、意外ときっちりこなしてたんで見ててホッとしました。そうですね、今回こういう形でなりたかった奈良の役っていうかライオンキング見に来れて、劇団四季の一員として一日過ごさせていただけてとてもいい経験ができたと思いますので、これからも自分の夢を見つけては成功に向けて頑張っていってほしいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ今日劇団四季に来ていろんな体験したと思うけど、何が一番楽しかった？見るところ。あ、見るところ、ライオンキング見れたの楽しかった？じゃあライオンキング見る前にいっぱい練習したやん、難しかった？うんそう、動物さんごっこもしたな。うん、あれ楽しかった？
お腹の何力いっぱい入れてとかいっぱいして難しいのしたけど、ミュージカルに出る人ってみんなああやって頑張ってるねん。あやなちゃん大きくなったらミュージカルに出る人やってみたい？うん。おいいね。今日起きた時からここ来るまでどんな気持ちやった？楽しみやった。楽しみやった？一日楽しんでくれましたか？うん。あ、よかったです。またじゃあこれからも夢に向かって頑張ってね。頑張ります。はい、ありがとう。先ほどまで舞台に立っていたプンバ役の川辺さんがあやなちゃんに会いに来てくれました。あ、本当に？わかった。すごいすごい。ちょっと見てた。そっかそっか。奈良のお姉ちゃんわかった。奈良のお姉ちゃん。奈良のお姉ちゃんわかった。奈良わかったね。続いてやってきたのは奈良役を演じていた辻さんとナビゲーターを務めてくれた新保さん。何にも聞いていなかったあやなちゃんはびっくり。できないとか思わないで、これをやりたいって思ったらその夢に向かって一生懸命走っていって、笑顔も忘れないで、うん、ね、はい、はい、さっきね、朝しんぼさんに教えてもらったあいうえおの発声の仕方をもう一回復習してね、ちょっと辻さんに見てもらおうかっていう話をしてたんで、いいですね、見たいです。じゃあ行きますか。はい、じゃあ、あはリンゴをかじるように、ああ、おー、いいね、あ、言えた、いいわ、口を横に開いて、あ、いいね、うわ、口を尖らせて、う、お、えは、え、お、おはしっかり縦に開けて、おー、朝より完璧だ、すごいですね、朝よりしっかりできてました、はい、できてます、うん、よかった、OK ですね、OK です、バッチリでやったはい、なんとサイン入りポスターをあやなちゃんにプレゼントしてくれました。じゃあ立ってもらっていい？あやなちゃん、うん、これ、はい、で、はい、わあ、いいな、いいでしょうか、素敵、ありがとうございます、ありがとうございます。このポーズしてみちゃう、どうせだから、ね、最後のシンバの、うん、やってみて、こっち、あ、左か、あ、はい、あ、いいな、ありがとうございます。ヤナちゃんにとって素敵な思い出になる一日になったかな。先日はとても素敵な体験をさせていただきまして、本当にありがとうございました。普段おとなしく頼りなかったあやなですが、体験が終わった直後から見違えるぐらいしっかりし、
背中も自信にあふれています。たった一日でこんなに変われるんだなと正直驚いています。このようなチャンスを与えていただき、家族一同本当に感謝しております。今まで将来の夢は劇団四季で奈良になることと漠然と語っていただけでしたが、今年中には声楽とピアノを習い、1年生になったらバレエを習い、4年生になったらヤング奈良になると人生設計を立てています。夢は大きい、さすが子供です。体験を通して俳優の方が毎日一生懸命レッスンされているのを肌で感じ、どうすれば憧れの劇団四季に入れるのか綾菜なりに考えたようです。まだ6歳、難しいことも多いと思いますが、自分で考えたプロセスで夢に向かって歩んでいってほしいと思います。溝川育子。舞台に立つ俳優さんと同じ時間を過ごすという特別な経験が、彩菜ちゃんの夢をさらに大きくし、夢への大きな一歩となりました。全くの未経験の世界で一言も弱音を吐かず最後までやり遂げた姿を見て、私たちも勇気をもらった気がします。夢に向かって頑張れ、彩菜ちゃん。